どうもこんにちは、タムジョーです。よろしくお願いします。いや、今日もね、テンションめちゃめちゃ上げていきましょうよ。でもこれを見てる皆さんの時間帯は、もしかしたら夜かもしれないですね。はい、夜の今からテンションうわーって上げても、隣の人びっくりしちゃうから。隣の人びっくりしちゃうので、まあ明日から、テンション上げて頑張ってほしいなというふうに思います。ね、よく言葉でさ、まあ明日やろうはバカやろうみたいな感じであると思うんですけど、僕は別に明日からでもいいんじゃないかなと思いますね。はい、今日無理して、ね、中途半端にやるよりは、よし、今日はしっかり寝て、ゆっくり休んで、ね、パワー貯めて、明日からガチで行こうみたいな感じでもいいかなと思うんですよ。はい、なので、まあ、いろんな考え方ってありますよね。というのは、まあ、置いといて、皆さん、ね、メインチャンネルのケニアの動画見ていただけましたでしょうか。で、メインチャンネルの方に約、まあ、9本くらいか、ね、ケニアの動画上がっております。ね、昨日の動画でも言ったんですけれども、ね、田中希実選手のケニア合宿に参加させていただいたということで、もうね、まだ見てないよって方、もう全部見てください。はい。ぜひ全部見ていただきたいなと思うんですけれども、まあ今日はですね、そのケニアについての お話なんですけれども、まあね、ケニアの動画見てくださった方は、ね、ケニアのね、人たち、すごい温かいなとか、ね、いい人多いなと、いうふうに思った方いるんじゃないでしょうか。ね、僕も実際にケニアに行ってみて、ケニアの人たちやっぱり温かい人多いなというふうに感じました。でも、その中でですよ。その中で、まあ、約10日間ぐらいね、ね、ケニアに行ったわけなんですけれども、ちょっとね、自分が怖かったというね、エピソードが、まあ、一つありましてですね、それを、皆さんに、ちょっと今日は、お伝えしていこうかなと思います。まあ、番外編ね。まあ、番外編の番外編だ。なので、ちょっと怖い出来事もね、中にはあったんですよ、実は。はい。で、まあ、それを説明すると、まずね、こう、日本から、ね、ドバイに行って、ドバイからナイロビに行って、ナイロビからエルドレッド行って、エルドレッドからイテンっていうところで、で、イテンっていうところで僕は合宿をしたんですけれども、ちょっと怖かったことがですね、ドバイからナイロビに行った時の話なんですけど、ナイロビはですね、まあ、すごいね、いいところもあるんですけど、ちょっと怖いところも中にはあるみたいな話を聞いてたんですよ。はい。で、まあ、どんな感じなのかなみたいな。初めての、こう、アフリカで。まあ、不安もありますよ、もちろんね。文化も違うしさ。ね、いろいろ違うじゃないですか。だから、どんな感じなんだろうな、みたいな、感じで着くじゃないですか。で、まあ、ナイロビ空港に着きましてね。で、まあ、こう、荷物、こう、待ってるじゃないですか。荷物ちゃんと来るかな、と思って。僕、アメリカ行った時に荷物来なくて、聞いたら、ニューヨーク行ってました、みたいな。マジかよ、みたいな。っていうのもあったので、荷物来るかな、みたいな、こう、待ってたんですよ。したら、まあ、ちゃんと来たんですよ。来たわと。じゃあこっから荷物持ってやっとね、移転の方に行けるわみたいな。まあでもナイロビでもちょっと2泊ぐらい、こう1泊2泊ぐらいこうしないとちょっと行けなかったので、まあナイロビか、まあケニアは無事来れたなみたいな感じで、まあ荷物来て、よっしゃ、じゃあね、荷物、まあ最後保安検査通して、まあ外に出て、でそっからまあ移動だなっていうふうに思ってたんですよ。で、まあ、荷物持つじゃないですか。そしてこう、まあ結構長い列がね、保安検査が、まあ一つしかないから結構長い列ができてたんですよ。で、そこでまあこう、まあ待ってたんですよね。はい、まあ撮影者もいて。で、そしたら、ね、その、空港のスタッフの、まあケニア人のスタッフの方が僕のとここう近づいてきて、日本語ではないですけど、荷物、こう運びましょうかみたいな感じで言ってくれたんですよ。で、いいんすかみたいな。で、結構めちゃめちゃ並んでたから、センキューみたいな感じで、なんか荷物もうゴーゴーゴーみたいな、なんかもう結構強引っていうか、もう持っていくよみたいな感じで、もう結構強引だったんですよ。センキューみたいな感じでこう荷物をね、持っていったわけですよ。で、保安検査もめっちゃ並んでんのに、ソリみたいな感じでこうバーって通して、僕のだけ通してね、こう、前に行って、で、まあ、こっち、みたいな感じで、こう、やってくれるわけですよ。なんか、いいのかなと思って。はい。で、まあ、ついて。で、そのまま荷物持ってかれちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、荷物置いて、センキュー、みたいな感じになって、で、僕も、まあ、撮影者も、こう、まあ、そういう状況だったんですよね。で、メインチャンネルでも言ったんですけど、僕の、友達の、
今ヤクルトっていうね実業団所属の中村大成くんもう実は日本からナイロビまで同じ飛行機だったんですよ、たまたま。でまあナイロビ着いてからはちょっと別の場所なんですけど、ナイロビまでは一緒のとこだから、まあ中村大成くんのチームと、まあ、僕らのチームでまあ4人ぐらいでねこうナイロビ着いたわけですよ。で大成くんたちもまあ同じくこう運んでくれてる人がいたから、じゃあみんな運んでくれたんだみたいな感じで思ったら、ウェーウェーウェーみたいな感じ言われて、なんて言ってんのみたいな。で撮影者結構英語わかるんで撮影者に聞いたら、こう賄賂だみたいななって、お金出せみたいな運んでやったんだからお金出せよみたいな感じ言われて、え、マジかマジかマジかってなって、いやノーノーノーって言っても、いや出せよみたいな感じで結構ガチで結構キレてるんですよ、その人が。え、そんなん聞いてないしみたいな感じになって、でしかも日本円しか持ってなかったんですよ、その時まだお金日本円から変えてなかったから日本円しか持ってなくて、で僕千円札ね野口英世出したんですよ、そしたらノー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 これ使えませんみたいな感じになって、えってなって、持ってないです、ケニアシリングって言うんですけど持ってないですって言って、じゃあ、ATM みたいなATM で下ろしてこいって言われるんですよ、マジでマジでやばいってなって、でどうしようってなったんですよ。で撮影者とかも、まあやばいみたいな、ちょっと焦ったりしてて、で中村大成くんたちも奥の方で同じようなこと起きてるんですよ、でやばくねみたいな、どうするってなって、で聞いた話によると、それ全然お金払わないってなるとなんかね警察と一緒になんかどっか連れて行かれちゃうみたいな噂も聞いてたんですよ、やばくねやばくねみたいなこれいきなりやばくねっつって、どうしようどうしようっつって、一応 ATM のところは僕行ったけど、 ATM こう見たら全部画面英語だからどこ押せばいいのか分かんないし、1個押してもなんかまた英語で3つぐらい出てきて、また押したら英語で5個ぐらい出てきて、もうどれ押せばいいのか分かんねみたいな、ドドドドドドってやってて、やってないけど、はい、でどうしようってなって、で撮影者とまあ話し合った結果、中村大成くんのねヤクルトのコーチが、まあケニアのね住んでた方で、でケニアでも結構偉い方らしいんですよ、はい、でその人が空港に迎えに来てくれて、中村大成くんたちはまあね宿舎まで行くっていう流れだったんですけど、ちょっとそのコーチ呼んでくんねみたいな感じで言って、ちょっと中村大成くんに言ってもらったんですよ。でコーチに連絡して、でまあ10分ぐらいこうちょっと分かんないですこれ ATM 分かんないですとか言いながら、もう時間伸ばして、もう荷物じゃ持ってくからみたいな感じの、あノーノーノー今やってますみたいな感じでやりながらも、10分ぐらい経ったらそのコーチが来てくれたんですよ。そしたらそのコーチガチでケニアでもすごい偉い人で、で今までここいいよみたいな言ってたその人が、ああどうもどうもどうもみたいな感じになって、じゃ逆に下まで外まで荷物運びますぐらいの態度を急変してなったんですよ。でなって、で撮影者とも危ねえマジ助かったみたいになって、で大成くんたちももう抱き合って、危ねえマジで助かったみたいななって、で僕ねなんかナイロビではあんまり携帯とかね写真撮っちゃいけないみたいなのも言われてたんで、ナイロビの映像ほとんどないんですよ、メインチャンネルで。車の中での動画しかないんですけど、ナイロビ撮っちゃいけないって言われてたんですけど、そのコーチが写真撮ろうよみたいになって、え携帯出していいんですかつって、あオッケーオッケーみたいな、でその荷物来い貸せよみたいな言ってた人に携帯渡して、あじゃあ撮りますみたいなのをやって、あれさっきまでなってたのにみたいな感じだったんですよ。なのでまあ今はこういう風に笑い話なんですけど、そのコーチがいなかったらマジでやばかったの本当に最初に、はい。なのでそういう事件が最初に起きて、でしかも僕らはそっからね大成くんたちと別行動だからね、ウーバータクシーっていうのを呼ばないといけなかったんですけど、そのウーバータクシーも安全かどうかわかんないじゃないですか。なんですけどそのコーチの方が電話、知り合いかなんかに電話してくれて、でめちゃめちゃ優しい人で、でその中で動画とかもこう撮ってたんですけど、その人呼んでくれて無事ホテルまで行けたという感じで、でそれで大成くんたちと車でバイバイするときに、もうありがとうありがとうなーってなって、マジで日本帰ってきたら一緒に飯行こうぜみたいな、もうなんかそこのナイロビがゴールなんじゃないかなというぐらいのドラマがそこで繰り広げられたんですよ。だからマジで超怖かったし、英語だし連れてかれるんじゃないかと思ったし、マジで危なかったんですよ、はい。なのでそのコーチが言ってくれて、本当にケニア合宿の動画を上げること
ることができたんですけど、そういう体験がありました。はい、なので皆さんはね、ケニアとか行く際とか、まあアフリカとか行く際はね、すごい優しい国なんですけれども、ちょっとミスをしてしまったりすると危ない目に遭う可能性もあるんですよ。なのでそこだけは気をつけてください。だから荷物を運びますよって言われてもノー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 みたいな、もうしがみついた方がいい、絶対しがみつくぐらいじゃないとね、そういうね、もし持ってなかった時やばいので、はい、それだけは、知っといていただけたらなと思います。はい、それ以外はめちゃめちゃ最高でした。まあ以上ね、ケニアでのちょっと怖い出来事でした。はい、ということで、まあメインチャンネルそれ以降の動画が9本くらいこうバッと載ってるので、で1本目の動画はそのナイロビ編のやつ載ってるので、1本目からぜひね、タムジョー YouTube チャンネル見ていただけたらと思います。ということで、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイビー。